どうも、こんばんは、NM です。今回は東京グルリインボークダメージチャレンジということで、こちらのパーティーを使って、どれだけねダメージが出せるかちょっとやっていきたいんですけど、年が明けまして促進剤がですねかなりショップで、安く売られていたので全部購入して、とりあえずハイルの方をですね熟練で 100% しました。まあエトで、ブレイクバースト発動するんで、このブレイクバーストトリプル S マイナスは正直発動させる必要なかったんですけど、確かねモーションが綺麗になるんでエフェクトがねそれだけのために 100% にしましたということで、やっていきましょう。前回やった時1億5000万ぐらいしか出せなかったんで、今回はちょっと2億乗せたいですね。いきましょう。駆逐開始が押せないバグが、まだ健在しているとねいうことでいきましょう。さて、一応ですねムツキ連れてきてるんですけど、まず金木を発動させていきます。まあ初手スキル打てるようにしてるんで金木を発動させていく。でここはエトのブレイクバーストをですねどうしても発動させたいので、まあとりあえずスキルは打たずにやっていこうかなと思います。まずムツキもね打てるんでちょっと打っときましょう。でとりあえずムツキ下げて、まあ入る防御力下がるって言ってもね、まあ相手有利属性取ってるんで、まあプラマイゼロぐらいなんじゃないかなと思って、そんな安易な考えでいいのか。とりあえず金木のスキル、試さす方向でやっていきます。で金木のスキルがたまれば、エトでブレイクさせて全員ね、アタックポイント使って、エトでブレイクさせていきましょう。まあこれはもう全員で攻撃していいな。攻撃してエトでブレイクして、金木とハイルにブレイクバースト S プラスの、全体バフをかけていきます。でまずちょっと金木打ってみようか。比較しよう。金木 1.8 倍の8連ダメージですね。で多分これでクリティカルで80万ぐらいかな出てるんで、ハイルの方見ていきましょう。ハイルが 1.8 倍の10連ダメージで金木より2連多いですね。クリティカルで94万ぐらい出てたんで、まあ金木よりかは全然火力は高いですね。じゃあ、金木の方がねスキル溜まるんですよ、ハイルより。なんで、金木にスキル多分2回は打てるな。2回打たすような立ち回りでいきます。多分2回いけるよなこれで、打ちます。まあとりあえず1ターン目で、500万ぐらいは稼げそうだな。これ500万、5000万か、ごめん500万じゃないね、5000万だね。23 OK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 。 いや5000万いけるか微妙だな。あ待って、これ今単発火力どれぐらい出てたかな。普通の通常攻撃、あ5000万いけなかったけど、普通の通常攻撃火力はどれぐらいいってたんだろうか。っていうか今のシフト使えばよかったな。このターンシフト使うか。んで、金木にスキルをた、あここブレイクバースト発動しないんでね、まあ、ガンガンスキルは使っていきましょう。とりあえず金木で、で金木打って、あー待って、エトから打つんだった。バフがかかんね、しくったな。ここでちょっと損したな。エトのバフかけていって、あ待って、これあれか、3ターンの間か、いったんじゃん、ごめん、もうかかってるわ、ごめんなさい。なん かちょっと金木火力高いなと思ったらかかってたわ。にわかさらしてしまったな今で。入るの、スキルを打っていく。これも金木よりかは火力出るはず。うん出るね、全然出てるわ。で金木の方に、食べていきましょう。5の倍数で、スキルゲージ増加量がアップするんで、っていうのも俺もこの前知ったところなんであんまドヤ顔では言えないと、リスナー先生に教えてもらったんで、まあ、俺も あんまりドヤ顔で語ってると、まあ、怒られる可能性があるとね、ということで、これまだ2ターン目だよね。まだムツキの、防御力2倍は あるから、ここシフトしてね、ちょっと入る、もうちょい攻撃させてみようか。いや金木でいくか。うん金木だな。ムカデも打てるんでムカデ打って久しぶりにムカデ使うな。
はい、あんま火力は出てないと、シフト使ってね、カムキと押し通す。どうなんだろうな。いやでもムカデで殴った方が良かったのか。4、5、6、7、8、9、次のターン、リゼが武器耐久値全回復させてくると思うんで、そこでまたエトのブレイクバースト全体バフをかけていきましょう。で次のターンでがっつり稼ぐみたいな感じですかね。次のターンはムツキの防御力アップを、カネキとエトに一応かけておきましょう。これいらないような気もするけどね、正直。いやでもあれ持続回復があるからここまで持ってんのかもしれないね。カネキ貯めていきます。このターンでカネキカグネ切れますね、そういえば。なんで次のターンも若干火力不足っていうか、1ターン目ほど稼げないっちゃ稼げない。んでこれ溜まったんで、とりあえずここでエトにブレイクさせます。エトでブレイクしてカネキと入る両方に、1.75 倍かな、バフをかけていきましょう。オーケー。で金木打ってグールだ。オッケーオッケー。80万は出てるね、とりあえずね。金木入る。いけませんよ。いいねいいね。96万出てるね。いい火力だ。ここでムツキに切り、いやこのターンは持つんだっけな、まだ持つか。次のターンか、次のカネキのカグネが切れるターンと同時にムツキをもう一回バフかけてやらないといけないと、そういうことですね。グールだ。オッケー。ケイのケイ入る。ちょっとクリティカル出してみてくんない？あー今出たね、入るのクリティカルで今52万3000ぐらい出たのか。まあまあ火力出てるな、かなり出てる。52万3000でまあまあ出てるな。大概だぞ。もう一発撃てるぞこれは。カネキくん撃ってクールだ。オッケー、いいっすね。さあ行きましょう。この時点でもう1億3000万、ダメージは稼げてますね。ちょっと入るダメージ食らってるな。下げたい下げたいぞ。なんかあいつ入る狙ってくるな。おうおうおう。でここカネキのカグネを発動させるように立ち回ります。これあれだね、ブレイクさせるのは入るの時ブレイクさせたいから、とりあえず入るの削って、ムツキに変えようか。そうだね、そういこう。変えてこれでとりあえずムツキのお仕事は終わり。この駆逐ね、ダメージ戦でのムツキのお仕事は終わりですね。さあカネキのカグネを発動させていく。でここでこの2人防御バフかかったんで、もう下げちゃって、エトのスキルでバフかけなきゃいけないんで、ここはハイルを前に出して、あとはカネキのスキルを貯めさせて、エトでブレイクさせればとりあえずやることは終わり。そっからまたスキル連打ですね。 OK。 でこれでエトでブレイクさせて、また、ブレイクバースト S プラスの 1.75 倍バフをカネキとハイルにかけていきましょう。でカネキ打って、さあ80万ぐらいだよな、またな。うん、そんなもんだね。で、ハイルが93万かぐらい出すと。はい、さっき間違えたかもな、今まで930万とか言ってたかもしれないわ。すまそ。さあカネキに打たせていきましょう。ラストターンシフトが2つ残るんで、その時はもうハイルにやってみようかな。うん、せっかく熟練度 100% にしたし、若干火力は落ちるが、ハイルにたくさんスキルを打たせましょう。
おお、ギリギリ溜まった。ギリギリ溜まったね。ジャストミートだね。クールだ。オーケー。まあ入るのちょっと体力が気になるけど、まあこのターンは持つでしょ。どんだけ集中攻撃されてもね、最終ターンでちょっと入るがぶっ飛ぶかもしれないけど、まあいけるでしょ。この自分の通常攻撃に武器耐久値削りを1プラス付与してくるって結構厄介なんですよね。なんでムツキはかなり役に立ちます。じゃあここもエトのバフを発動できるんで、とりあえずカネキのスキルを試させます。そうだな、ここエトでとりあえず試させて、溜まるから入るのスキルをどうせ全員溜まって無駄打ちしてからエトを削るようになるから、まあいいかこのままで。で、エトで削ります。さあ最終ターンがっつり持っていかせてもらうぜ。さあこの時点で1億9300万はもう火力出てるんで、ここからはあれですね、2億乗ってどこまで持っていけるか。グールだ。で入るっていけませんよ。あーちょっと待って、しくったわ。オッケー、金木打って、金木あと1回打てる。クールだ。んで、金木打てることも隠してるから、とりあえず入る1回貯めて。あー微妙だな。このまま金木で、入るに打たせるような立ち回りして金木が貯まるかどうか分かんねえから、金木に貯めさすか。いけるかな。いけそうだな。いけるか。いけるよな。入る。1、2、3。 OKOKOK。 いけた、なんとか。でここまあいつもだったら金木を2回シフトさせて金木にいっぱいスキル打たせるの立ち回るけど、まあ今回は入る熟練で 100% したってことでね、入る3に活躍してもらいましょう。1、2、3。チレア。さあ、この時点で2億4500万出てますね。単発35万、通常で35万出て、クリティカルで52万ぐらい出てると。うん、強い。53万、35万、35万、52万9000。うん、すごい火力だ。ということで、こんな感じですね。さあ、最終ターン、理性の攻撃をしっかり耐えて、終わりにしましょう。オッケー。まあ、前回1億5000万ぐらいだったんですけど、今回は、2億どれだけいったんだろう。ダメージレポート見ましょう。圧倒的に金木ですね。うん、誕生日金木強いね。2億5000、180万ぐらいは出せたということで、そうか、エトでシフトしてないから暴走排水何もやってないんだな。はい、ということですね。まあこんな感じです。最後金木の方でシフトやってれば、まあ、2億6000万ぐらいにはなったのかなと思います。はい、ということでお疲れ様でした。またね皆さん、試して、俺これ以上火力出せんのかな、ちょっとこれ以上火力出した人いたら、コメントで教えてほしいんですけど、はい、というわけでお疲れ様でした。また次回の実況動画でお会いしましょう。今回もイラストが届いております。どうぞ。